姉様、姉様、ちょっと来て。もうリース、どこに行ってたの？お買い物を済ませたら店の中にいないんだもの。姉さん驚いちゃったわ。向こうの屋台で美味しそうな匂いがしたから。それよりも変なのを見つけたの。変なの？まあ、行き倒れ？それとも食い倒れ？多分食い倒れじゃないと思うけど。でもよくそんな言葉を知ってるわね。とそれよりも、ねえ君、私たちの声聞こえる？よかった、ちゃんと起きているみたいね。どうしたの？こんなところに座り込んで。お腹空いてるのかも。あんまりすくと喋る元気も出ないし。なるほど、リースが言うと説得力あるわね。それじゃあとっておきを出そうかしら。クイシーベルのチョコレート。さっきリースのおやつに買っておいたんだけど。いいかな？おぉいい子ね。ねえ、よかったら食べて。甘くてとっても美味しいよ。クイーシーの最高。値段と味のコストパフォーマンスが一番だと思う。そうよ。甘いものは体も温まるし、遠慮しなくていいから。うるさいわ。え？あ、あ、さっきからうるさい言うとんのよ。とっとと消えろ、頼むから。姉様。うん、なるほどね。そんな風に連れなくされたら私だって考えがあるわよ。え？うん、こんなものかしら。な何すんねん、いきなりよかった。やっぱり甘いものは元気が出るでしょ。元気出たんやない、ぶったまげただけや。いきなりこんな、師匠かあんた。あら、リースといい、最近の子供は難しい言葉を知ってるのね。日曜学校で教わる言葉じゃないと思うんだけど。姉様、そういう問題？そうや、そういう問題とちゃうわ。って、あんたらの格好。自己紹介がまだだったわね。私の名前はルフィナ、ルフィナ・アルジェントよ。この子は妹のリース。あなたの名前も教えてもらえないかな。ケビン、ケビン、聞いているの？
すまんすまん、ちょっとぼーっとしてたわ。大丈夫？無理もない。ここに来てからあまりにもいろいろな出来事があったからな。少し休んだ方がいいんじゃないですか？心配いらへんって。とりあえずここらで一旦情報の整理をしとこうって話やったな。うん、そうだけど、あの黒騎士という男、思っていた以上に多くの情報を我々にもたらしてくれた。まずは我々がいるこの異空間の名前だが、ファンタズマ。あの黒いお兄さん、そんな風に言ってましたね。ああ、なかなか思わせぶりな名前や。ただ七王教会の伝承から取ったわけではなさそうやな。うん、聞いたことのない言葉かも。それから王という存在。ああ、察するにそいつが今回の一件を仕掛けた黒幕ってことなよ。ずいぶん俺たちのことを嗅ぎ回っているみたいやけど。そういえばあの男、気になることを言っていたな。リース殿の姉がどうとか。すまない、立ち入るつもりはなかったんだが。いや、確かに私には姉が一人いました。ルフィナ・アルジェント、私たちと同じく聖杯騎士だった人間です。ディス、過去形ということはすでに。ええ、騎士団の任務中に殉職しました。5年ほど前のことです。そうだったのか。しかしどうしてあの男がそのルフィナ殿のことを。わかりません、姉がどんな仕事をしていたのか私は知りませんでしたから。ケビンはどう？すまん、俺にも見当がつかへん。ただルフィナ姉さんはとんでもなく優秀な騎士やった。腕前もそうやけど、その判断力交渉力を買われていくつもの事件に関わったはずや。あの男もそういった事件で姉さんと知り合ったのかもしれん。いずれにせよ現時点でははっきりしないということか。すまない、結果的に立ち入ったことを聞いてしまったようだ。いや、気にせんとってください。いずれにせよ敵が俺たちの出方を伺っているのは確かみたいや。この先はこれまで以上に注意する必要があるでしょうな。ああ、そうだな。よし、それではそろそろ探索を再開しようか。あの黒いお兄さんが現れた場所のさらに先に行くんですよね。ああ、階段の向こうに新しい転移陣があったみたいや。準備が済んだら宝石を使ってもう一度あの場所に行くとしよう。Thank you.
何時天かける一団がこう言って我が元に来た。動力技術の最高き娘、何時動力技術の最高き娘、
せい。やっ。これが出口？いや、次への入り口か。拠点にあった魔法陣と同じ形をしてますね。この先はまた別の場所につながっているということ？おそらくな。覚悟を決めてから中に入った方が良さそうや。白ハヤブサの像。
ってことはここ間違いない、グランセルの南街区だ。よかった、戻ってこられたんだ。なんやリース、ハトが豆鉄砲食らったよ。うん、一つ聞きたいんだけど。グランセル市の門というのはあんな不気味な雰囲気なの？え？あれは。どうしてグランセルが、オートがこんなことに。さすがにこれは予想外やったな。俺らがあっちにおった間に何かあったのか、それとも影の国の影響がこちら側にも及んだのか。ケビンシップ、リース殿、すまないが私はグランセル城に行ってみる。市民たちもそうだが、陛下や殿下の身が心配だ。それやったら俺らも付き合いますわ。いくらユリアさんでも一人で行動するにはあまりにも危険ですよ。だが焦りは禁物です。このような異常事態にこそ冷静に行動すべきかと。分かった、君たちの言う通りだ。よし、それじゃあ市街の様子を調べながら一旦城を目指すとしよう。相当手強そうなんがうろついているみたいやから、気を引き締めていこうか。了解。
前にしようか。戦場をかける金色の翼よ、彼女の舞い踊り、虚ろなる魂を救い。
誰もいませんね。ひょっとしたらという期待もあったんだが、こんな時遊撃士の協力があれば。私通信他の支部に連絡ができるかも。あ、よろしく頼むわ。ダメです。通信機は動いてるんですけど。レイストン要塞の司令部などはどうだろう。あ、ダメです。そうか、他の場所にかけてもおそらく結果は同じでしょうね。うん、残念やけど俺たちだけで何とかするしかな。何時、銀髪の華麗なる踊り子、我が元に引き。何時、長魚をこよなく愛する娘、我が元に引き連れよ。
しいよ。どうか安らかに。王宮の守り刀、皇室に辞する剛健とともに、我が元に引き連れよ。さすればと。そこや！ や！
これは魔法の紋章。どうやら霊的な力で封印されているようですね。力ずくで突破するのは難しいかもしれません。ああ、そのような雰囲気だな。やはり何かをしないとこの封印は解けないのか。その可能性は高いですやろ。どうします？他を回ってもええですか？今は陛下たちの無事を女神に祈るしかなさそうだ。一旦市外の探索に戻ろう。了解ですわ。とにかく行ける場所は一通り回って。
もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。
しようか。そこや。はっ。義なき剣、私は。
それは。ええ、大尉が入っていたのもこれと、やはりどなたかが中に封じられているのでしょう。帝国大使館にあったっていうことは、あ、でもロシアお兄ちゃんもエレボニアの生まれだったし、誰が出てくるんでしょうか。ま、そいつはこれを解放してみればわかるやろ。とりあえず頃合いを見て拠点に戻るとしようか。風に解放されたのか。まさか閃光弾か。下がれオリビエ。おそらく狙いはな、少佐、あなたでしたか。大尉、なぜあなたがここに。ここは一体オリビエのやつはどこに消えたんだ。なるほど、オリバルト王子も一緒だったみたいですな。私の方から一通り事情を説明しましょう。不明な点があれば何なりと聞いてみてください。なるほど、正直あまりに唐突すぎて実感が湧いてこないのだが。無理もありません。私もいい加減頭が固いので、未だ半信半疑といった気分です。何の、頭が固いのは自分も同じさ。しかし話を聞いていると、ほうけている場合でもなさそうだ。あのお調子者の安否も気になるし、自分も探索に協力させてもらおう。あー、気に、助かりますわ。ところでオリバルト王子と一緒にいたみたいですけど、少佐が光に包まれたのはどういった状況やったんですか。ああ、自分たちは視察のためパルム市を訪れていたんだ。夜、ホテルの部屋に戻ったところで、あいつもその場にいたから同じく巻き込まれたかもしれん。確かエレボニアで一番南にある町でしたよね。ああ、リベールとの国境に一番近い町になるかな。あの、先ほどから話に出ている、ああ、例によって冬都市に一緒に乗り込んだメンツの一人や。王子とか言ってるけど、めっちゃノリのいい楽しい人やで。あれを楽しいというのはいささか語弊があると思うがな。面白がって事態をかき回し、周りの人間を疲れさせる手合いだ。
そうを。帰国されてからの王子のご活躍、リベールでも耳にしていますよ。何でも帝国の社交界の新たな長寿と噂されているとか。猫かぶりが続いているうちはなんとかなっているようだが。本性を暴露されたらどのように噂されることやら。調査も大変ですな。なや、どうした？ううん、なんでも。しかしどうやら皆さんはお互いに面識が終わりのご様子。白い光に巻き込まれたのはそのあたりが条件になっている気がします。あ、なるほど、言われてみればそうやな。正確に言うと、その封印石とやらに封じ込まれた人物の条件だ。聞けばアルセイユに加えグランセルの死骸も妙なことになっているそうだが、クルーや住民を封じた石はまだ見つかっていないのだろう。ええ、その通りで。確かに、うん、いずれにせよこのまま探索を続けましょう。当面は王都に何があったのか解き明かす必要がありますし。ああ、よければ自分も同行させてもらいたい。この異常事態、まずは身をもって把握しておきたいからな。続け。こちらの声が聞こえてへんみたい。どうやら順調に力を集めているようですね。今一度宝石の力を解放しましょう。常識の通じない事態だったようだ。だが今の声からは悪意は感じられなかったな。ええ、少なくとも黒騎士のような敵ではないと思います。もっとも正体が不明である以上完全には信用できませんが。ま、それでも宝石にいろいろと機能が追加されたみたいや。まずはいろいろ試してみるとしよう。
しようか。 Thank you.
たか。バンダール。
そこや。これが真の実力や。王宮の守り刀、皇室に辞する剛健とともに。ここに記憶のかけらと祝福を与える。以上が異変に関する詳細な報告となります。ユリア大尉、本当によくやってくれました。あれほどの混乱に終止符を打ち、この国に光をもたらしてくれたこと。陛下、そのようなもったいなきお言葉。いいえ、全ての民の代表として礼を言わせていただきます。異変後の王国各地の復旧にも飛び回っていただきました。現在も親衛隊を束ねる者として非常に多忙だとは聞いていますが、本当にご苦労様でしたね。はありがとうございます。大尉の功労に対する褒章などは後ほど正式に送られることと思います。モルガン将軍も昇進は固いとおっしゃっていましたし。いえ陛下、そのような。この度の事件解決は多くの人々の尽力によるものです。自分の成したことなどほんの些細なものに過ぎません。ですから交渉や昇進などをお受けするわけには。ユリア大尉、あなたの言う通り異変を止めることができたのは何かと戦ったもの、大切なものを守ったもの、そしてあの困難に耐え抜いた人々もまた。しかしアルセイユという翼がなければ事件が解決を見なかったのも明らかです。そしてその翼を率いていたのは。しかし報奨などはまだしも昇進はお受けできません。自分は大尉となって日も浅い身ですし、これ以上の退任は。そんなに謙遜しないでください。あなたは自分で考えているより多くのことを成してきたのですから。そうですね、ユリア大尉、本日はあなたの休暇にしたいと思うのです。は、休暇でしょうか。ええ、堅苦しい話よりも
今は私個人の感謝の気持ちを示したいと思います。大尉は毎日のように軍司令部とグランセル城を往復なさっているそうですね。親衛隊の者たちからも大尉を休ませてほしいという話が来ていますよ。申し訳ありません。そのような話を陛下のお耳に入れることになってしまい、ルクスかリオンだな。あの二人顔を合わせるたびに、大尉少しはお休みくださいなどと。ユリア大尉、今日一日は手を休め、従前に休息をとってください。そしてまた明日からは新たな気持ちで職務に励んでほしいと思います。はい、了解しました。王室親衛隊大隊長ユリア・シュバルツ、本日はお休みとさせていただきます。昇進か。本来なら喜ぶべきところなのだろうな。大尉、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は休暇となったそうですね。ああ、はあ、お前たち随分と耳が早いな。いえ、それほどでも。リオンさんがレイストン要塞から通信で言いふらしてましたからね。何でもエコーさんが陛下に直訴したそうですよ。直訴。エコーのやつ、そういえばあいつも何か言いたそうな顔をしていたが、まったくあの3人目ソロ。ああ、私たちもアルセイユの修復作業を手伝いたかったですよ。少し遅れてるって聞きましたけど。ああ、気になるな。気にしなくていい。あの3人はどうしてもと言うからレイストン要塞に残してきただけだ。アルセイユの修復ならグスタフ整備長にお願いしてきちんと進めてもらっているからな。ところで殿下はもうお出かけになってしまったのか。ええ、クローディアなら先ほど立ったところだぞ。今日はエルベリ級の視察の予定だ。なんだ、聞いておらんかったのか。デュナン公爵閣下。いえ、できれば自分も視察にご一緒させていただこうかと思っていたもので。うん、護衛の任か。そういえばそなたは昔からクローディアの護衛を買って出ておった気がするな。もう一護衛という階級でもなかろうに。はい。ま、親衛隊の者が何名かついておるのだ。心配はなかろう。そう気をもむでないぞ。はあ、ありがとうございます公爵閣下。行くぞフィリップ、業務が溜まっておる。ああ、閣下、お待ちくだされ。ユリア殿、あまり気落ちなさらずに。フィリップ、何をしておる。あ、はい、ただいま。ふう、また殿下と入れ違いになってしまったか。仕方がない、殿下もお忙しいのだからな。デュナン公爵閣下、随分変わりましたよね。ああ、今は行政区画でバリバリ働いてるらしいぜ。この前開始された保証金の支給も公爵閣下の立案だそうだ。ただのぐうたらかと思ってましたけど。
やっぱり女王陛下の甥っ子だったんですね。お前たち無駄口は慎むように。は、申し訳。それから私は休暇で城を開けることになった。ここを頼むぞ。はい、どうかお気をつけて。さて、休暇をいただいたのはいい。休みなど本当に久しぶりだからな。買い物、武具の手入れ、それとも部屋に戻って読書でもする。いや、休暇はもっと有意義に過ごさなければ。そうだな、久しぶりにのんびりと周遊道を回ってみるか。あるいは足を伸ばして街道。ユリア様がグランセルに帰ってきてるって。ほ、ユリア様、ユリア様はどこ。はいはい、おさらいでくださいよ。どうか皆さん落ち着いて。この騒ぎは。遠い。こんなタイミングで。危険です、お下がりください。あ、ユリア様よ。うん、キャー、僕だよ。何事だ。ユリア様、縄文は閉じさせていただきました。お怪我はありませんか。ああ、問題ない。しかし、あれ、見たところユリア大尉のファンの方たちのようですね。そういえば今朝城の方にも何か関係あるんでしょうか。ファンレター。昨日どこかの雑誌社が大尉の特集記事を組んだみたいですよ。それで浮遊都市でのご活躍をいろいろと書き立てたらしく。ああ、それで思い出しました。大尉がお留守の間にリベール通信の記者とか名乗る方々がいらっしゃいまして、うちでも特集を組むからぜひ取材させてほしいとか、国民的人気にあやかりたいとか。いや、もういい。なんとなく想像はつく。雑誌で特集、あれ、なぜこのようなことに。自分はそのような大それた人間ではないのに。そういえば陛下も高く評価してくださっていたが、私はただ殿下をお守りしたいと思っているだけだったのに。ここのところはろくに護衛もしていない。仕方がないのだろうか。お疲れ様でした、カラント大司教。明日は8時にミサを立てますので、陛下にもそのようにお伝えくだされ。はい、そのように。おや、ユリア殿、そんなところでどうかなさったのですか。ああ、いえ、これは大司教、失礼いたしました。ユリア君、久しぶりだな。長らく顔を見ないから心配していたのだよ。申し訳ありません。ここのところミサにも参加しませんで。ああ、君が多忙なことはよく分かっておるつもりだ。しかし、どんなに忙しくとも自分を見失ってはいけない。大切なものはいつも身近にあるのだからな。はい、ありがとうございます。それではこれで失礼させてもらうよ。お疲れ様です。そうか、一つだけ方法がある。大司教、お待ちください。
皆さん、もう少し下がってください。落ち着いて。きっとユリア様よ。ユリア様、こっち向いて。あら、なんだ、大司教様と。ほらほら、君たち、道を開けてくれたまえ。ペコリ。ユリア君、どうやらうまくいったようだ。カランと大司教には。気にしなく。しかし君も大変だな、彼女たちのあの熱狂ぶり。ミュラー少佐、なぜこのようなところ。確かもうリベールを立ったはずでは。これは失礼した。まさかユリア大尉がシスターも兼任していたとは。え？いや、これ実はあのお調子者の後始末が残っていてな。あの後もう一度リベールによる羽目になったのだ。大尉には挨拶をする機会もなかったな。今はシスターユリアと呼称した方がいいだろうか。少佐。ユリア君、この方にはかくまう必要もないようだな。午後のミサの準備があるのでね、そろそろ失礼させてもらうよ。あ、大司教。あれがかの巧妙なカラント大司教か。ご挨拶をしておくべきだったな。あ、その実は少しばかり事情がありまして。おお、私ユリア様の凛々しい勇姿を一目でいいから拝みたかったわ。ユリア様。そろそろあの女性たちが戻って。ここで見つかれば万事休す。何か手は。タイ、自分でよければカモフラージュになるが。え、事情は分からぬが何やら問題を抱えているようだ。このような時は堂々としていた方がかえってバレにくいも。よければどこか安全なところまでお送りしよう。ミューラー少佐。ああ、ユリア様ったら。どうかよろしくお願いします。承知した。人気はないようだ。この辺りでいいだろうか。ええ。はあ。見苦しいところをお見せしてしまいましたね。いや。俺も隠れて逃げ回るのには慣れているからな。大抵はオリビエの奴が起こしたトラブルのせいだが。そうでしたか。いや、しかし実際情けない限りです。あの程度の騒ぎで休日の外出もままならない。彼女たちを収めることもできず、このような格好で出てくるとは。
怪異に落ち度はないと思うが。いや、そうではないのです。自分は親衛隊大使としても全くもって役に立たないのです。クーデター事件が起こった時もそうでした。私が至らないばかりに殿下は敵方に囚われてしまった。王都が結社によって襲撃されていた時もそうです。殿下の身に危険が迫っていたというのに、私はその場にいることすらできなかった。誰よりもおそばにいるべき私が後に通信で事の次第を知るとは、私は本当に私というものは。まあ気にすることではない。クローディア殿下はご無事でいらしたのだろう。人は誰しも万能ではないゆえ。それも分かっているつもりなのです。しかしこんな私が雑誌などの紙面を飾り世間で騒がれているらしい。異変を止めた功労者として評価され将校の不甲斐ない私が、それはいい。人々に持ち上げられるくらいならば構わない。昇進するのも喜ばしいことでしょう。だがそうなれば今よりもさらに職務に追われることになります。そして私はますます殿下から遠のいてゆく。少佐が羨ましい。あなたはオリバルト王子の護衛をごく自然に行って、普段は姿を見せなくとも重要な局面では必ずそばにいました。そして表面的な護衛だけでなく、さまざまな形で力となっていました。比べて自分は、殿下がお悩みになっている時に声をおかけすることすらできなかった。殿下は王位継承という重責の下であれほど悩み苦しんでいらっしゃったというのに。大尉、自分のようなものが口を出すのもおこがましい気がするが、それは幸せなことではないか。え、少佐、それは一体。いや、気に障ったのなら謝罪するが、しかし俺などは生まれた時からあのお調子者のお守り役を義務付けられていたも同然だからな。少々大尉の忠節が羨ましいと思ったまでだ。オリバルト王子の、ああ確かミュラー少佐のヴァンダール家というのは皇族を守る部の一門だ。あのような家に生まれたのが運の月というやつだな。確かにそれは大任ですね。その上相手があのオリバルト王子ともなれば。しかりご想像の通り、うん、大尉、自分の大切な人に仕え尽くすことができるのは幸せなことではないか。もっともこれは主に苦労させられている俺の勝手な意見だがな。いえ、確かにこうして悩んでいることも
贅沢なことなのかもしれません。殿下をお守りできないような私が果たして親衛隊の大使と言えるかどうか分かりませんが。大尉、大尉に一つ良い気晴らしの方法をお教えしよう。気晴らしですか。ああ、これは非公式に願いたい。勝負は一度限り。ただしアーツや道具の使用も認める。なるほど、確かにこれはいい。エレボニアに名高きヴァンダールの武人相手では勝てる気がしませんが。ふん、それでは全力で参る。
せい。さすがに強い。タイ。負けて何を失った？少佐。物の価値はそれを失った時を想像してみるのが一番手っ取り早い。理屈ではない。本当の姿が見えてくるものだ。今。自分がいなくなった世界を想像してみるがいい。そしてその上でどうしても気がかりなことが残っているのなら、タイ、それがあなたの心を決めるものだ。気がかりなこと。少佐、かたじけない。あなたのおかげで迷いが晴れました。この教え、ただの受け売りだ。俺もあれの相手に疲れた時にはよく叔父上と剣を交えて、そろそろ俺も国に帰るとするか。どうにもあのお調子者が心配な王子にもよろしくお伝えください。心得た。クローディア殿下にもご健勝のようにと。クローディア殿下、私は一つの私は女王となるあなたを支えてゆく。そのために陛下より退任を授けていただく。昇進を重ねればあなたにお会いする機会もますます減ってしまうでしょう。私はあなたの力となりたい。この勝手な決意を
どうかお許しください。執務中の陛下のお邪魔をするのは気が引けるが。あら、ユリアさん。にゅーい。で、殿下、それにジークも。どうしてこちらに。エルベリ宮の視察のことですか。今日は市民の皆さんも少なかったようなので。そうでしたか。ユリアさんこそ今日はお休みだって聞きましたけど。久々、折よく珍しい友人と鉢合わせたもので、時を忘れて行にふけっておりました。休暇をくださった陛下にも感謝しなくてはなりません。そうだったのですか。ユリアさん、いつも支えてくれてありがとうございます。今まで気づかなくてお礼が言えませんでした。思えば両親がいない私にいろいろ教えてくださったのはユリアさんでしたよね。護身の術やまっすぐな心構え、そうと気づかないうちにもたくさんのことを教わっていました。私はユリアさんの背中を見て育ったのかな。そうそう、おばあさまも笑ってらっしゃいました。ほんの些細なこと、例えば歩き方や立ち居振る舞いまで。ユリアさん、どうかしました。いえ、私はずっと殿下のおそばにいたのだ。私の姿は殿下のおそばにあった。なのに殿下のお姿が見えないからと、まったく私というものは。クローゼ、自分はこれからはあなたの後ろに控えていることができません。ですがあなたをこの手で守り支えたいと思っている。臣下であり、親友であり、また姉でありたいと思っているのです。ですからあまり無茶をしないでください。そして必要な時は必ず声をかけてください。ユリアさん、もちろんです。またわがままを言って甘えてしまうかもしれませんが、ユリアさん、これからもよろしくお願いしますね。はい。この日の午後は二人でゆっくりとお茶にすることにした。久しぶりの休日。この日の紅茶の香りはユリアの胸から消えることはないだろう。
Thank you.